はい、皆さん、こんにちは。国会のメンタリストこと、き北です。はい、というわけで、今日3回目ですね、このバージョンでやるのは。えー、今日はですね、人生が変わる目標設定でしたっけ まあそういうテーマでですね、今日はお話をしたいと思います。やっぱりですね、まあ皆さん人生生きているとですね、あの目標をちゃんと決めろとか、まあいろいろ人事の人とかにね、言われがちだと思うんです。ただですね、やっぱりその教科書通りにね、目標を設定してもなかなか、ね、うまくいかないこともあると思うんです。そこでですね、やっぱこの永田町のこの参議院会館にまで上り詰めた国会のメンタリスト流にですね、どういう目標設定がいいのかというこの秘訣をですね、皆さんに私はそっとお伝えしたいと思います。<ー>でですね、今日はですね、ちょっとほら。 ワインとか用意しながらですね。このワイン片手に皆さんに目標とか語っていきたいと思うんですね。まあ、ブルーベリージュースなんですけども。あのですね、まあ、あの、こういうね、まあ、参議院会館でブルーベリージュースを飲めるぐらいになるためにどうやって目標設定するかというとですね、まあ、まずですね、一番大事なのは、でかい目標を持つと。 いうことですよ。まず一番大きい目標を設定する。まあ、これはもう当たり前の話ですけども、人間ですね、例えばその、あの、フルマラソンを走りとかいう時に、10キロを目標にしたら永遠に走れないですよね。100キロぐらいに目標を設定するから、ようやくフルマラソンが走りきれるわけであって、まずですね、そういう大きな目標を持つというね、一番自分の中で、もう理想オブ理想ぐらいのところに、まず目標設定をした方がいいと思います。 で、あと、こっからもいろいろね、私流ですけども、あの、おっきいのことを決めたら、あんま細かくね、めちゃくちゃブレイクダウンして細かく設定するというのは、あんまり意味がないと、私は個人的には思ってます。もうこれ、ホリエモンとかも言ってますけどね。やっぱりあの、細かくね、5年後、10年後ってっても時代ってどんどん変わりますから、その度にですね、あの、やるべきこととか目標を変えたら、大変なんですよ。だから、この、ただで、ね、バカでかい目標というのは、 ちょっとやそっと世の中変わっても、ブレませんから。だからそこはね、絶対決めた方がいいんです。ただそこを細かくですね、じゃあ3年後、5年後、10年後っていうのを設定するのはあんまり意味がなくて、大きい目標を決めておくと。これがね、まず最も大事な点だと思います。そして、もう、この、ここから大事なところは、大きい目標を言ったらえ、えー、持ったら。 人に言うってことです。もとにかく声に出して、口に出して、俺はこうなると。あの、もうルフィですよね。海賊王に俺はなるって彼は言うから、あんだけゾロとかサンジとかナミとか、あんなに個性豊かなメンバーが集まってくるわけですよ。あれがワンピースのね、ルフィがですね、いや、僕はちょっと人にはいないんだけど、大きな夢があるとか。そんなこと言ってたら、仲間は集まらんわけですよ。でも海賊王になるって言うからね、あれだけ魅力的な仲間が集まってくると。で、まあ私をご存知の方いると思いますけども、内閣総理大臣になるんだと。まあ、しかも49まで、50代になる。 前になるんだっていうことをもう目標に掲げてですね、ずっとそれを言い続けて来たわけですね。まだからですね、まあ、まあ、あいつはバカだという人もいる。 反面ですね、やっぱ応援しようと。そういうふうに無茶苦茶なことを言うやつは面白いと言って、人が集まってくると。これがですね、やっぱり目標を達成する手助けに、もう不可欠な手助けにえなってくるわけなんです。だからもちろんね、リスクもありますよ。も私もですね、総理大臣なれって言ってたらですね、あの、維新のファウンダーである橋本徹さんにですね、あいつはなんだとあの。ちょっと調子に乗りすぎじゃないかというふうに怒られたというやに聞いています。<laughs> 別に本人から怒られたわけではないですけども、ただまあ私のその経験から確かにそれは、まあちょっとショックなことではあったんですけども、<laughs> 差し引いても、やっぱり 目標を大きく伝えることで手伝ってくれる人の方が差し引きで多いですよ。ただその批判する人もやっぱ愛を持ってね、いやお前ね、そんな人生甘くないよっていうことも含めてですね、やっぱ目標を明け付けに伝えるということは非常に重要だというふうに思いますんでね。ぜひまず皆さん、この人生を変えるために目標をどうしたらいいかということで言うとは大きな夢を持つ。もう一番大きいところに設定する。そしてそれを人に伝える。もう見えてね書いて貼っといてください。もうそういうことをやっていけばですね、どん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 その目標に向かって近づいていきますから、騙されたと思って明日からこのメンタル活動 続けてほしいと思います。ということで、また次回は国会議論メンタリスト、おとひたしゅんがお送りしました。さよなら。